今回のカプセルコレクションのコンセプトなんですけども、アタッチメントのコンセプトがとてもシンプルな服を機能面を兼ね備えて高いクリエーションで融合させるというコンセプトを持っています。ウールの持つその良さというんですかね、もう同じそのとても機能的でイノベーティブな素材ですので、いろんな表情を作り上げることができます。そんな扱いやすいウールの素材をシンプルにアタッチメントというブランドと高い次元で融合させるというコンセプトを今回形にしました。やはり素材を一番最初にすごく大切に作っていきますので、まずそのデザインはその素材を壊さないようにできるだけシンプルなものを構造的に考えてデザインしていっています。まあ、こういったデザインの仕方をやり始めた理由というのは、もともと一斉さんのところで働いていた時にですね、いろんな産地の職人さんたちと一緒にこうものづくりをしていくというその方法をこう常にこう学びまして、いろんな産地に出張に行かせていただいたんですね。で、もともとファッションデザイナーというのはそういうふうに、生地から作っていくのが普通なんだと思ってたんです。で、昨今やっぱりいろんな産地の方たちがすごく努力して素晴らしい生地がたくさんやっぱり流れていまして、今のデザイナーというのはやはりそういったその生地をチョイスして料理人のようにそのある生地を料理して洋服にしていくっていうデザインの仕方が今主流なんだと思うんですけども、自分自身やっぱりそういった経験をしてきてそういう作り方に慣れてきてしまってますので、ちょっと違うともうそこで納得がいかなくてそこを突き詰めたくなるんですね。で、やはりそういうその産地の職人さんたちに相談をして、こういった素材を作りたいんですけどもというふうな相談をして一緒に作っていくというやり方でこう今もやっていっています。その後にですね、大好きな現代アートとか音楽とか映画とかっていうカルチャーだったり、あと私の好きな建築だったりインテリアデザインだったりプロダクトデザインのようないろんなものをですね、デザインソースとしてミックスしてそのデザインに落とし込んでいきます。もうウールの魅力というのは果てしなくて、もういろんなその作り方が考えられる、まだまだ新しいそのウールっていうのは作れると思うんですね。ウールの魅力なんですけども、その当然やっぱり保温性はすごく高い素材で、私の秋冬のコレクションはほぼ7割ウールが使われています。そのウールもあらゆるその表情に素材感を変えて作るように心がけていまして、特に最近興味があるのはスケールオフというか、ウールのスケールを全部取ってしまって、特にこの日本の気候がすごくその暑いものですから、そういった意味でこう洗えるというか、ウールがウォッシャブルできるというところにすごく興味があって、スケールオフのウールで編んだこうスウェットですとか T シャツなんかを作って、もう日々家で洗えてしまうというようなものをこう作ったりもしています。